はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう。 KOF98 アルティメットマッチオンラインの実況をしていきたいと思います。やっと言えたぜ。というわけで今日はですね、ちょっとね、先日というか前回の動画でちょっと熱出術ね、ちょっとチキって突破しなかったんですけど、ちょっと突破してみようかなと思って。あれ触らないんですよ。ってこと？触った。熱出術よね。これ多分なんか私減るのかなってちょっと思って嫌だったんですけど、減らねえんじゃねえかなとちょっとわかんないですけど、ただこれガチャ回していいですか。ガチャっていうか1日1回切れるね、これね。うん、設計でございましたが。で、まぁ、あ、ちょっと分解とかいまいちわからんから、とりあえず今日は突破だけやりますね。多分これね、一通りが、多分あれなんだよね、多分ね。揃ってると突破できるっていうことなんだと思うんだ。ここは、グレードアップ、例えば全部オール1とかだったらいけるみたいな。うん。だから、試しにここだと、で、一応この、この技術効果っていうのがどんどん多分突破していくたびに負荷というか付与されていくのかなと思うんで、下がらないと思いたいんだけどね、下がると嫌なんだけどね。どこに書いてなかったっけな。技術セットの全ての部品がランク条件を満たすと。だからグレードアップして、解禁してグレードアップして、ランクを上げると突破させることができる。突破するたびにセットのステータスが上昇し、指定されたレベルでの突破ステータスをもっと強くする。だから多分損はないんじゃねえかと思うんだよね。これが例えば2111じゃないですか、今。左上から。うん、2111なんだけど、突破したら1000とかに下がるのかなってちょっと思ったんだけど、そんなことないと思いたい。いけ！ああ、ほら。ほら、みたいな。うん、みたいな感じみたいですよ。で、これでレベル1が点灯しましたね、今ね。すべての格闘家のダメージ増加率プラス 1.5%。これ多分全部やっちゃおっか。なんなら。次レベル2じゃなくてレベル3なんだね。で、多分これ次できないんですよ、多分突破。あ、もう書いてあるじゃん。必要すべての部品プラス2って。だから全部プラス2になったら突破できる。そういうことなんですよね。はい。というわけで、絶対やった方がいいってことだね。で、この辺欲しいねってことですよね。だからね。あ、これはいいですね。やれ、もう、単純に部品集めて、グレードアップして突破しまくれっていうことでございますよ。うん。いや、これなんか2回とも、2回できんじゃない？まあ、そうしたら多分総合力結構上がりそうですね。これは楽しくなってきたよ。ちょっと。あ、でもグレードアップできねえよ。もう割と手持ちだね。手持ちのやつはみんなやることやったねとかね。実は裏でやってました。そうですね。じゃあ突破だけ今日はしましょう。突破だけ。これも、あ、できねえの。この角、なんか角みたいのがね。試しにやってみましょうか。できないよねって言われちゃったもんだけどね。部品レベルが不足していますと。ああ、じゃあもうね、なんだろう。これなんか2回できちゃうんだよね。だって突破。でもレベル2のスキルがないんだ。引いてくる率も上がるよ。全然抜けちゃうよ。ほら、結構お金かかんな。よし。レベル3にしたいんだけど、まだできないってことね。ああ、じゃあ突破ガンガンしとけさそうっすね。ただ、あれ使ってんだよな。かけら使って、あ、これは使わないのか。上が使ってたんだね。ここはもう、なんとかしか使ってないけど、なんとか。言葉が出てこないけどね。ガード率も上がる。ああ、惜しいね。でも、こっちの方が、あ、でも、そうでもないか。これも2回しか突破できないと。お、価格リード。月曜日ごとに獲得リードで、熱技術の補給資源、基本育成リフトパックレベル1。あ、これなんか、あ、でも、そうか。月曜日か。あ、これいいじゃん。なんか、リフトパックは基本育成リフトパックレベル2。あ、もうなんか、ええやん。やっとこ。あ、でも、ダメか。レベル3のか、それ。結構上がりますね。いや、これやって損はないですね。いや、なんか前回からもっとも早くやっときゃよかったんじゃん、みたいな。まあ、でも結構上がりますね。うん、いいね。でも、こうなんかいろいろ底上げされていく感じね。あ、これレベル3まで、あ、いけねえ。1個レベル2だと。これ上げらんないっけ。上げらんないね。で、この部品探しをするのも結構楽しいかもしれないですね。私ね、私結構やっぱ育成するのすげえ好きなんですよ。
このゲームの育成要素ってね、割と実は楽しんでますね。いろんな角度から育成できるから、このゲーム。うん。結構やっぱりね、まあもちろん、レアリティ高かったりとか、っていうね、その辺の、なんか、ね、まあ、あるけどね、やっぱ、課金とかの方が入手しやすいやつとか強いとかもあるんだけど、割と、結構、自分の好きなキャラとかを頑張って育成して、ある程度の強さにできるっていうところもあるみたいなんでね、あながちですって何がですって思ったんですけど、あと結構こういうね簡易化されたのが結構いいですね。なんか来て、だいぶね時短が、できるようになりました。素晴らしいことですね。でとりあえずマモもらって一回もらえるからね。あ、そっか。まだ6時か。なんかスナックがもらえないと思った。じゃあ防衛戦でもちょっとやりますか。防衛戦難しいっすよね、これね。てかね、結構慣れたんだけど。あと明らかになんかね、途中出てくるね、ハートを出してるやつが、なんかね、普通にしか見えない。なんかでも結局出てくる順番なんだよね。あ、ちょっと。たまに倒せんだよね、こうやって。そんなのやって。今のはひどいな。なんかたまになんかね、なんていうのかな、一回ワンミスっていうか、なんか詰まっちゃうっていうか、角度がね、いや、今日の真上でやんない方がいいのかなってちょっと思うこともあるよね。まあ、真上でやらないで、今真上でやってるとなんかね、ずれるんですよ、位置が。ゲージのマックスになると、敵を全部してる。で、あのハートマークのやつが倒しちゃうと、変わっちゃうから、倒せないように。あ、ほらね、なんか。これなんかね、今日の真上でやんない方がいいかも。なんでやねん。やっぱ今日の真上でやった方がいいよ。終わっちゃった。ひど、今の。まぁ、あ、ちょっといいとこ見せたかったな。動画撮ったし。で、これもね、正直よくわかってないんだよね。多分ね、ステータスとかも多分重要なのかな。でもこれ結構出るんで、かっこいい男の子が好きとか。生理眼のある男の子が好きとかね。じゃない、好みがあるみたいなんだよね。生理眼のある男の子、キングカッファン、言ってみようかってやると、多分全然多分、今日とか選んだかまだ上がるんじゃない。生理眼、あ、生理眼高えわ。確かに。イケメンみたいなね。っていうね。かっこいい男の子、かっこいい男の子、あ、これかっこいい男の子選んだらいいんじゃない。あ、違う、使えないんだね。かっこいい。かっこいい。誰が一番かっこいいかな。かっこいい。一番イケメンって誰だろうね。このゲーム。テリーかな。テリーイケメンだよね。テリー・ボガードのイケメン層はなかなかじゃない。もしくは草薙京、もしくはイオリか。いや、ここはちょっとテリー・ボガード行ってみるかい。子供が好き言ってるよ。やべえ。クリス選んだ方がいいかな。クリスかな。クリスって子供かな。あれ。お、あー、かっこいい男の子だね。あー。1と4が点灯しました。もうシェアはね、終わっちゃったからね、しなくていいかなと思ってた。これね、どうしようかな。これでいい。かっこいい男の子が大好き、大好きなの好き。他のセリフも来た。大人の感じ、大人の感じか。なんならテリー・ポガードだったか。大人な感じ。おっさんじゃダメなんだよな。ラルフ。ゼロすん、ゼロに。ゼロ。いや、ダメくせえ。やめよう。ゼロはやめよう。いや、逆にやろうか。逆にやってみるね、ゼロ。うーわ。あ、でもなんか、大人な感じの評価が上がったか。もうちょっと頑張ろうか。終わった。受けたろうか。これたまに受け取り忘れるからね、しっかりもらっとこう。まあね、だからこれ結構ちゃんとヒントを見て、あ、両替だって、両替ってさ、どうやってやんのこれ。イベント期間中、毎日最初20回の両替、両替ってさ、どこでやんのか、いまだに知らないんだよね。何なの両替って。両替って何なんですか。両替って何マジで。そんな効果あんの。これ、氷屋交換、これが両替実は。違うよね。
なんか無料分あるで、お、うまい。あ、効果できんのこれ。1個で何もできねえ。1個じゃ何もできねえ。リミットチャレンジって何？ほう。挑戦するのに、なんか、41しか持ってないやつを使わなきゃいけない。やだわ。やだわ、みたいな。やってみる？おすすめ戦闘力。戦力1、10、100、1000、万、10万、100万。無理。全然足りないけど、34万しかないからね。絶対やんねえ。まだ私には早いやつ。じゃあそんな感じですかね、今日は。まあとりあえずネスト技術ね。というか突破やった方がお得でしたというのがよくわかりましたね。なんでやってなかったんだろうね、みたいな。まだ勲章ね。科学技術の結晶。これこっちちょっとあれだね。切り紙10セット、4セット。最近ほう結構いったね。まあそんな感じですかね。あとは何か言うことあったっけ。タウンの話、そうタウンがね82まで行けるようになったんだけど、そろそろかな。82までとかしない。82だから16。あ、来ましたね。来たー。これでまたいろいろできるー。結構楽しみなんですよね。まあちょっとね、まあレベル上限で止まっちゃってますけど、いろいろやっていきましょう。これはまあ裏でやりますか。お楽しみは、お楽しみっていうか、まあ、あれなんですけどね。じゃあそんな感じですかね。というわけで引き続きね、楽しんでいきましょうというわけで。まあネスツ技術ね。まあ一応参考になれば幸いです。お疲れ様でした。まあ私めちゃくちゃ弱いけどね。このレベルでこの戦闘力ってなんかやばい気もするんですけど、まあその辺はね、手探りプレイ、無課金手探りプレイ、女の子縛り、若干女の子縛りしてるっていうことでね、はい。温かい目で見ていただけたらなと思いますが、お疲れ様でした。バイバイです。